トル様からだ。近々小田原から使いが来る。無事に川越城まで送り届けるとさ。雪虫は馬を通ったとしてくれ。なんだこの。やはり紛れ込んでたか。風魔か。名乗る忍びがいるか。あっ、煙山か。見えねえ。あっちか。時は戦後、今からおよそ480年前、北条氏康が上杉ら八幡に包囲された川越城を救うべく、援軍に向かう。しかしその数8000、川越城の手勢もわずか3000。この絶望的な状況の中、氏康はある策を講じていた。後に厳島の戦い、桶狭間の戦いと並び、日本三大奇襲と称される川越頼草である。この者、川越城を守る北条綱重の弟で、名を弁千代という。未成年と名高く、この度川越城の兄に奇襲作戦を伝えるために、その容姿を生かし助走し、夜更けに一人で川越城へと向かっていた。待て、そこの女。どうかお許しを。いいから顔を見せろ。やれやれ。困るか。貴様、男か。ほっ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 。敵の忍びをっつったら変なのに出くわしたな。風魔じゃねえな、伝令か。まあどちらにしても切るがな。えっ、うん、やっ、はっ、やっ、やっ、うん、やっ、うん、なかなかだったがここまでだ。終わりだ。おいおい、俺を追ってたんじゃなかったのか。あっ、あっ、うん、取った。くせ者だ、敵が侵入してるぞ。こちらへ。この足柄たちの中から風魔忍者を探せって。もう無理無理無理。伊助様はいつも持ち上がりさせやがって。風魔忍者見る人いる？あ
やってるか、ヨリ。ユノスケ様、どうしたんですか。やられたんだってさ。うっせ。意外と弱いよね、これ。うっせ、うっせ。仕事だ。これをつけて、風魔に忍び込んでこい。なんでですか。俺、運んできてあげたじゃないですか。お前が行け、ほら。いや、あと、お前が行け。おお。わかった。行ってきます。気をつけてください、ね、違う違う違う、お前ら騙すな。お前らが行くんだよ。嫌ですよ。危険なしやりたくないよ。お前らそれでも忍びか。分かった、特別報酬を出そう。報酬マジですか。じゃあ俺が行きますよ。ちょっと最近貧血だったのでね。いや、私が行く。はふざけんな、お前行きたくないっつってたじゃねえか。はふざけんなよ、俺が行く。お前行ってけんじゃねえよ、暴力はダメだろお前。あ、じゃあ俺が行く、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 俺が、なんか楽しそうだから特別報酬もらっちゃう。どうぞどうぞ。違う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 、お前らが行くんだよ。欲しかった。だから油断も隙もねえ。それより何ですかこれ。これはだな、風魔の日取りが続いて、つけてると風魔になることができるのだ。なるほど、結構単純なんですね。この輪っかは何ですか。これはな、鶴巻。わかった、非常食。違う。なるほどね、買った。いやいやいや、はい、わかった。ほらほら、ポーチほら、待ち、待ってこい。ふふ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 ふ、よーし、ポッチー。はっ、しまった、犬になるとこだった。いや、なってましたよ。いや、来たぞ。うっせえな、おい。ちょっと、いい加減しろ。なんだろうな、これ。分かった、手裏剣だ、手裏剣。なるほど、人の話を聞け。あっ、おー、クマに宣伝してきます。あ、ごめんなさい。お前らだが、何としてもこの役目やり遂げねばならぬ。されど影であるこの風魔、答えは月影となりましょう。風魔ではないな。これは八つぶり、椅子ぶりと伝わる風魔忍者の敵味方の見分け方である。
で迷わずに済む。さて、やるかね。敵は8番ということは、1人4万相手にすればいい。その後、連中は無事に川越城に入城。その使者の役目を見事果たし、奇襲は成功する。氏康の軍8000と川越城から打って出た綱重の軍3000は上杉連合軍を挟み撃ちにした。獅子奮陣の突撃により大混乱した上杉連合軍は総崩れとなり大敗北を喫した。明日クソだけはまだ月が残っていた。紹介をします。イオリ・カレン、東郎・聖太郎、雪虫・美智香、ありがとうございました。